あ？僕こうしていいことしてるよ。いいことはいいことだけど、そうじゃなくて、そのどう言えばいいのか。それが本当にいいことだったら、あんたはとっくに人間になってるはずだぜ。え？なんで人間にならなくちゃいけないの？それはその、なんだかよくわかんないけど、人間になるより今の生活の方が楽しいもん。ピノキオ、クリームソーダができたぜ。え、ほんと？コオロギくん、ご希望通りプール全部がクリームソーダさ。うひゃ、最高。すぐ行こう。待って、ピノキオ。あ、メル、お願い、あの人たちの話をちゃんと聞いてほしいの。そんなことより、まだそのボロっちい服を着てたのかい？私はこれがいいの。そうか、この間買ってあげた服が気に入らないんだね。明日また新しいのを買いに行こう。それより話を。ピノキオ、アイスが溶けちゃうぜ。じゃ、明日ね。ピノキオ、話を聞かせてくれないか？ピノキオ。おじいさん、おかゆができたわよ。メルかい、いつもすまないね。おじいさん、それは言わない約束でしょ。あんたがゼペットじいさんだね。それじゃあ、ゼペットじいさんが木のピノキオを金に変えたんだね。わしが裏山で金庫を見つけたばっかり。おじいさんは愛するピノキオのためを思って。それがこんな結果になろうとは、わしがいけないんじゃな。今ではピノキオのことを心配してくれるのは幼なじみのメルだけじゃ。ピノキオは必ず元に戻るよ。じいさん、あとは俺たちに任せな。ピノキオさんはそりゃもういいお客さんですよ。けどね。そりゃうちはおもちゃを売るのが商売だから、全部買ってもらうのはありがたいけど、他の子供だって欲しいでしょ。金持ちだからってね。だいぶ苦労しているようですね。ジャレーモンスターがいないばかりか。ピノキオの陰口ばかりとは。成金とはいえ寂しすぎますわ。青春は二度と帰らないのに。あ、タルトたちだ。わあ、美味しそうなリンゴね。アップルパイを作ろうと思って。ピノキオが好きなんです。優しいんだ。焼けちゃうな。違います。そうなんじゃ。メル、探したよ。ほら、買い物に行く約束だったろ。さあ、行こう。ごめんごめん、代わりに新しいリンゴを買うからさ。いや、メロンの方が美味しいな。そうしよう、メル。メル、どうして、どうしてなの？メル、どうしたんだ？ピノキオのバカ、もっとメルの気持ちを考えなさい。メルの気持ち？なんだよそれ。ピノキオ、あんなのほっとけよ。それより今からプリンのプールを作ろうぜ。おい、どこ行くんだよピノキオ。ちっ。笑いが止まんねえぜ。こんな簡単に引っかかるとはな。所詮はガキだからちょろいもんよ。まったくいい金づるだぜ、ピノキオ様よ。うわえ、ピノキオ。
僕はみんなのためを思ってしてたのに。元気出してメル。そうだよ、メルが元気出さなきゃピノキオは元に戻らないよ。ピノキオはあんな子じゃなかったの。それは少しぐらいは嘘をついたかもしれないわ。でも心の優しい子だったの。それが何でもお金で済まそうと嘘ばかりついて、お金は自分で働いて稼ぐものなのに、金の体がピノキオの心まで変えてしまったの。メル、ピノキオは変わっちゃいないよ。え？あんたのことを思うからこそプレゼントしたりするのさ。ただやり方が派手だけどな。でもあいつの思いだけは感じてやってほしいな、タルトさん。わしはいけないんじゃ。だから俺たちはじいさんを責めてるんじゃなくて、怪しいやつを見なかったかって。わしがピノキオを金ピカにしたばかりに、わしがいけないんじゃ。さっきからこればっか、コオロギの言うことを真に受けたわしがバカなんじゃ。コオロギだって。コオロギのやつがピノキオを愛しているなら木より金の体がいいだろうと。やはりわしが引けないじゃ。聞いたの。おかしいよね。初めは人違いじゃないかって思ったの。でもよかった。何やってんだよピノキオ、額に汗なんかして。それよりプリンのプールが完成したんだ、すぐに泳ぎに行こうぜ。ピノキオごめん。Ha ha ha!